JOBBB251 動画へつづるよっちゃんのお料理コーナー。今週は、きのことすだちの乳麺の作り方をご紹介いたします。お相手は私、私バンバばんばてっぺいと、よっちゃんです。皆さん、今週もよろ,よろしくお願いいたします。いいます材料は3人分を予定しております。はい。これは、エリンギですね。エリンギ。面白いパックに入っております。北斗、ね。北斗、はい、北斗長野県の会社なんですけどね。はい、これ、入でがちょっと特徴できるらしいんですけど、はい エリンギはご覧のように半分に切りますそしてその半分に切ったエリンギをチーズのようにこう割いていってくださいそしてなめこですよねこれはもう袋から取り出すだけでいいというね非常に簡単な作業でございますそしてですねすだちは薄い輪切りにしておいてくださいこれ後で乳麺の上にのせますんでゆず、はい、はですねまずは皮を洗ってからすります ゆずは基本的に中身よりもこの皮の方が大事なんですよねよっちゃん、ね、いい匂いがしますねで吸ったらですね香り付けに残りをご覧のように包丁で薄く切りましてこれでゆずとすだちの処理は終わりと置いといて、はい、後で使いますんで置いいてくださいで油揚げなんですけど沸騰したお湯で湯通しをいたします、はい、そして湯通しした油揚げを今度はまな板の上で短冊切りですよね これを乳麺に加えることでちょっと油っぽくなってコクが出ますよね、はい、今度はですね鍋でだし汁を温めますそしてその鍋にですね先ほど切り分けておいたなめことそしてエリンギ油揚げを加えまして軽く煮立ったらですね、はい、今度は調味料を加えてください調味料は薄口醤油と酒みりん塩でございます、はい で次はですねそうめんを茹でますねそうめんはですね夏の余りもんでございます本局にいっぱいあるんですよねいやもうあんまりないけどあ,あんまりなくなりましたかもう皆さんのご家庭でもおそらくーーら夏のそうめんが残ってはる方もいてはると思うんで、はい、ぜひこの乳麺きのこと育ちの乳麺で使用してほしいなとそういう感じがいたしますね、はい、そして茹でたそうめんをですねだし汁の中で温めまして これも火はついてるんですよねまだね、はい。ついてますね。で温めた乳麺を器に盛り付けて最後にだし汁の中をですね。たっぷりですね。はい、たっぷりもスープたっぷり入れて入れて。上からですねゆずの皮をのせて最後に輪切りのすだちを置けばきのことすだちの乳麺が完成ということです。はい。はい、皆さんぜひ作ってください。はい。ありがとうございました。